調査会社のブランド総合研究所がまとめた2016年の都道府県魅力度ランキングによると、群馬県が一つ順位を下げて45位、栃木県が35位から46位、茨城県が4年連続の最下位の47位と、北関東3県がワースト3を占める結果となりました。また1位には8年連続で北海道が選ばれています。さあ、こちらのニュースは男性 56%、 女性 44% で、10代から30代の皆さん、はい、そんなに人気ないかな群馬県とか、あの温泉ありますしね、ちょっと今日は皆さんの意識調査で聞いてみましょうか、はい、そうですね。さて、意識調査です、はい、今日のテーマはこちらです。北関東3県、あなたが魅力を感じるのはどこでしょうか。群馬県、栃木県、茨城県、これワースト3の県なんですけれども、皆さんのご意見お聞かせください。いかがですか、水越さん。こういう、ね、調査が、ね、うん、そのどういうサンプルになっているのかとか、うん、聞き方がどうなっているのかを見ないと、ね、分からないんですよ。さすがデータ解析の専門家。例えば、ね、こういったなんですけど、鳥取、あのスタバはないけど砂場はあるなんて自虐的にこう言われている、はい、ああいうのは入ってこないんですよね、うん、それはもともと例えば住む魅力っていうのを、もし都心のサンプルが多かったら、ね、僕らは鳥取に住むとか働くっていうことのそもそも印象にイメージがないんですよね。なるほどなるほど。ところがこっちは分かるんですよね、うんうん、だからそういう意味でもね、これはね、ちょっとこれだけでは何とも言えないんですけど、かなりね、3県の見方、うん、印象が大きく関わってきますね。魅力度ランキングというもの、魅力度って、魅力っても確かに何をもって魅力とするかですもん ね、 ね、ご覧のように45位、46位、47位で、2016年が群馬、栃木、茨城となったということです。森田さん、一言。いや、これはね、東国原さんが宮崎県をこう大きくしたようにね、なんかこうアトラクティブな人を持ってって、その、例えば納豆でも何でもいいから、温泉でもいいから、それをもう全国にこう候補するんだね。それはちょっと確かに必要なところかも。いいものあるのに、まだまだ魅力が伝わってないっていうことかもしれない。伝わってないだけだと。かやさん、一言か。いや、これはあの魅力度って言っても、例えば幸福度とかと同じで、いろんな指標をね、あの認知度とか、あの住んでみたいかどうかとか、いろんな指標を混ぜて魅力って言っているんだと思うんですけれども、水越さんおっしゃったように、どういうサンプルなのかなとか、関東の人が多ければそれだけ関東のね、点数がちょっと ね、東京が一番だみたいな考えも多くなるかもしれないし、最近でも茨城県はあれかな、ひょっとしてあのアニメの大洗が聖地があるからその辺ちょっと ね、もう本来もうちょっとポテンシャルがあるのかもしれない、でもこういったランキングがあると1位はやっぱり見てみたくなって、逆に、ね、私あの福岡県出身なので、ちょっと調べてみたら10位っていうことで、よしとかってやっぱ小さくガッツポーズしちゃうんですけど、私は違いますねさあ、それでは皆さんの意識調査の結果を見ていきましょうか。北関東3県、あなたが魅力を感じるのはどの県ですか、ということですね。僕は、ね、茨城じゃないかなと思うんですけど、本当ですか、はいはい、せーの、ドン。ほら、群馬県、まあ、伊香保温泉はじめ草津も群馬ですかね、皆さんいかがですか。大勢もありますからね。大勢ね、そうですね。でも栃木、茨城にもいろいろいいところありますからね。ありがとうございました。